猫と出勤、猫手当てがある会社。キーボードを叩く手をまたぎ、オフィスを歩き回る猫。この会社には6匹の保護猫が社員と共に出勤。保護猫を引き取り飼っている社員には猫手当として月5000円が支給されます。19年前、会社設立時に社員が保護猫を飼い、会社に連れてきたのがきっかけ。その後、保護猫を引き取る社員が増え、餌代などとして導入したのが猫手当。システム開発などを行う社内では、機械の周りに柵を取り付け、猫が触れないようにしています。さらに、誤って押さないように、キーボードの一部を取り除く工夫も。猫も社員も快適に過ごせる空間を作ることで、猫たちの精神的なケアにもつながっているといいます。社員のコミュニケーションにも一役買っているそうで、猫が悪さしたりするたびにこう業務が止まって、まあ笑って済む場合もあるし、まあちょっとやばいぞっていう時も中には正直言うとありますけども、まあ業務外のところで社員間の距離が近くなってるなっていうのは感じると思います。今後も新しい猫を迎えたいとのことです。